市の天安門広場西側に位置する建築物全国人民代表大会などの議場として用いられるほか、外国施設、品格の切除の場所としても使用されている。人民大街道は、中華人民共和国の建国10周年を記念した建設事業である10大建築の一つで、ボランティアの手によって、1958年から1959年にかけて、 わずか10ヶ月で建造された。その際、リズイカンが木工青年突撃隊長として建築を担当した。中央に万人大街道、北側に宴会ホール、南に全国人民代表大会場務委員会事務所ビルと3つの部分から構成され、合計17万平方メートルを超える床面積と300室の部屋を有する。 33室ある会議場には中国の行政区分にちなんだ名前が付けられており各地の風土にちなんだ装飾がなされているその中には中華民国の領土であり中華人民共和国が領有を主張している台湾にちなんだ台湾町と呼ばれる部屋もある人民大会堂では毎年3月全国人民代表大会と中国人民政治協商会議が 二週間から三週間の期間で行われる。全人代は一万席を備えた大会議場において開催され、その別室では全国人民代表大会場委員会が開かれる。また、人民大会堂の中央ホールでは5年に一度、中国共産党の党大会が開かれている。前述の通り特幹工事で完成したため、近年天井や壁の崩落や、 電気配線の故障が起こり始め、改修工事が数回行われている。大会議場人民大会堂正門上には中華人民共和国国賞が貼られている人民大会堂落成時の1959年9月24日に国務院総理の州恩来が専門家とともに訪れ、万人大会堂と名付けた。北側に7000平方メートルの広さを持つ宴会ホールがある。 各省、直轄市、自治区、特別行政区の核控室がある。人民大会堂南端には全人代常務委員会機関の事務局が置かれている。1階部分には国家接待庁があり、国家主席、国務院総理や国家要人が来賓と会談する場所と国家主席が外国施設を設置する場所とが存在する。面積は550平方メートル。 壁には中華文明の悠久を示す大きな絵画、絵画上下、高校、長春が貼られている。内部は全人台や特別の行事がない限り見学ができる。見学にあたっては靴の上からビニールのカバーをつけて入場する。見学時間は毎日変動し、また中国各地からの団体観光客により入場に長時間かかる場合が多い。また、 万人大街道は演奏会や演劇、バレエなどの上演にもしばしば使われる。ありがとうございます。